ニューヨーク証券取引所があるアメリカニューヨーク市のウォールストリート。イングランドロンドンのロンドン証券取引所の建物。経済学とは、経済についての学問領域のこと。言語であるエコノミックスという語彙は、新古典派経済学者、アルフレッド・マーシャルの主張、経済学原理によって誕生、普及したとされている。オイコノミコス、オイコノンコス経済学の最も古い定義は、 アダム・スミスの国と未論によるものである。政治家や議員にとっての科学分野とみなされている経済学は二つの違ったものを提示する。一つは人々に豊富な利益ないしは製品を供給し、さらには利益や必需品が人々に益をもたらすようにする方法。もう一つはそうした収益を国ないしは社会にサービスとして提供し、結果として 人々と統治者を豊かにする手立てである。また、1878年頃、フリードリヒ・ヒエンゲルスは、経済学について、次のように述べた。経済学は、最も広い意味では、人間社会における物質的な生活資料の、生産と交換等を支配する諸法則についての、科学である。経済学は、本質上一つの歴史的科学である。それは、 歴史的な素材、すなわち、絶えず変化してゆく素材を取り扱う。フリードリヒ・エンゲルス、ハン・デューリング・ロン、第2編岩波書店館さらに、エンゲルスの名優であり、マルクス経済学を確立したカール・マルクスは、資本論助言で次のように述べた。問題なのは、資本主義的生産の自然処方則そのものであり、鉄の必然性をもって作用し、事故を貫徹する。 これらの傾向である。カール・マルクス、資本論、岩波書店館その後、経済学の定義について、ライオネル・ロビンズが1932年に、経済学の本質と意義で最初に、問題提起した。他の用途を持つ、希少性ある、経済資源と目的について、人間の行動を研究する科学が、経済学である。ライオネル・ロビンズ、 小ミネア大月忠氏協約、経済学の本質と、異議京都大学学術出版会しかし、こうした定義には、ジョン・メーナード・ケインズや、ロナルド・コースらからの批判もある。経済問題は、性質上、価値判断や道徳、心理といった概念と分離することは、不可能であり、経済学は、本質的に、 価値判断を伴う倫理学であって、科学ではないというものである。一方で、とりわけゲーム理論の経済学への浸透を受けて、経済学の定義は変化しつつある。例えば、ノーベル賞受賞者、ロジャー・マイヤーソンは、今日の経済学者は、自らの研究分野を以前より広く、すべての社会的な制度における個人のインセンティブの分析と定義できると述べた。 このように現在では、資本主義、貨幣経済における人や、組織の行動を研究するものが中心となっている。講義においては、交換、取引、贈与や負債など必ずしも貨幣を媒介としない、価値をめぐる、人間関係や、社会の所側面を研究する。このような分野は、人類学、社会学、政治学、心理学と隣接する、学際領域である。 また、労働、貨幣、贈与などはしばしば哲学、思想的考察の対象となっている。ただし、経済システムの働きに深く関わる部分については、経済思想と呼ばれ、経済学の一分野として考えられることも多い。自然科学と比べると、不確定要素の大きい人間が関わる出来事が、研究対象であるゆえ、数理化、 実験が困難な分野が多い人文学、社会科学の中において、経済学では、積極的に数理化がなされ、その検証が試みられている。そうした性質に着目し、経済学は、社会科学の女王と呼ばれることがある。しかし、真理が関与する人間の行動、及び、そうした人間が集団を構成した、複雑な社会を数理的にモデル化することは容易では、 ない。現実の経済現象の観察、モデル構築、検証という一連の循環的プロセスは未だ十分であるとは言えないし、本当にそうした手法が経済学のすべての対象に対して実現可能であるのかどうかも定かではないとされることもある。また、客観的に分析しているようであっても、 実際には多かれ少なかれ価値判断が前提として織り込まれているということやそうでなければならないことは上述のごとく、ケインズやコースが指摘している。また、経済学には多かれ少なかれ経済思想を呼び、イデオロギーが含まれる。理論経済学では、数学を用いたモデル化がなされる。関連の深い数学の分野として、位相空間論、関数解析、突解析、 微積分、確率論、数理最適化などが挙げられる。確率微分方程式や不動点定理など、数学における、ブレイクスルーが経済学に大きく影響を与える、こともある。ジョン・フォン・ノイマンや、ジョン・ナッシュ、デイビッド・ゲール、スティーブン・スメールなどの数学者や理論物理学者が、経済学に貢献することも珍しくなく、チャリング・クープマンス、マイロン・ショールズ、 宇沢博文、二階堂福筒など数学、物理学、工学出身の経済学者も少なくない。理論経済学は、ミクロ経済学とマクロ経済学という二つの分野からなる。ミクロ経済学は、消費者と生産者という経済の最小単位の行動から経済現象を説明する。マクロ経済学は、国全体の経済に着目する。今日では、 マクロ経済学においても、消費者、生産者の行動に基づく分析が主流であり、マクロ経済学は、ミクロ経済学の応用分野と見ることができる。現代になるまでは統計データが扱いがたく実証が困難であり、このため経済学では数学を多用した、論理的積み上げが大きく発展した。との意見もあるが、理論経済学と統計データ及び統計学は、 並行して進化してきたと捉えるのが妥当である。統計学において、経済関連の統計が主流分野として立脚していること、統計学者や経済学者と統計学者を兼ねる者が、両分野の発展に大きく貢献してきたことからも、わかるように、古くから社会全体を実験室に見立てて統計学を使い、裏付ける方法が経済学において多用され影響を与えてきた。 こうした分野は、軽量経済学と呼ばれる。実証の現代の新潮流には、ダニエル・カーネマン、エーモス・トベルスキー、バーノン・スミスなど心理学、認知科学の流れを組み行動実験を用いて、消費者行動を裏付ける方法が強力な道具として提供され急成長している。こうした分野は、実験経済学と呼ばれる。この流れから、行動経済学、 神経経済学という分野が心理学者と心理学的素養を持つ経済学者によって生み出されている。経済学はその誕生、分析対象が社会、政治、経済問題と不可分であったことから政策への提言として社会へ関わる機会が非常に多い。19世紀以降は社会的な判断において経済学が不可欠となった。 社会問題を対象としている性質からか、社会的不幸を予測する理論も多々生まれ、トーマス・カーライルによって、陰鬱な学問とも呼ばれた。先駆的政策の過程と結果から、新たな学問的問題を提起した、ソビエト連邦による社会主義建設は失敗し、壮大な社会実験として総括されているが、この社会主義的政策が、第二次世界大戦後日本で取られた。 傾斜生産方式のように社会に有益な影響を与えたのも事実である。ちなみに主流派経済学では傾斜生産方式の有用性について疑問符を投げかけている。1980年代からゲーム理論が積極的に取り入れられるようになり、特にマーケットデザインと呼ばれる分野における成果は目覚ましい。具体的には周波数オークションの設計、 電力市場の制度設計、教育、バウチャー制度の設計、臓器移植の配分問題の解決といったものが挙げられる。これらはいずれも経済学なくして解決できなかった問題であり、さらに経済学が現実の制度設計において非常に重要な役割を果たしていることの恒例である。有限な事物の分配、生産が対象であり、人間が知覚できる。 有限性がなければ対象とはならない。例えば宇宙空間は未だに対象ではないが、東京に供給されるビル空間の量は対象である。その他にも人間行動の心理的要素や制度的側面も重要な研究対象である。また、事実解明的分析と規範的分析に分けられる。前者は理論的に説明、判断できる分析であり、後者は 価値判断や政策決定に使われる分析である。例えば、財政支出を増やすと失業が減少するは、審議が判明する分析であるが、財政支出を増やして失業が減少した方が良いは、価値判断が絡む分析である。経済学は、法学、数学、哲学などと比べて、比較的新しい学問である。経済学は、 近世欧州列強の著しい経済発展と共に誕生し、その後資本主義経済がもたらした様々な経済現象や経済システムについての研究を積み重ね現代に至る。しかし、経済学の最初を遡るとすると、古代ギリシャプラトンの国家論にまで遡る。これらの思想は共産主義思想にも影響を与えた。経済についての研究の始まりは、 トーマス・マンによって書かれた外国貿易によるイングランドの財宝やウィリアム・ペティの租税効能論バーナード・デマン・デビルの蜂の偶はダニエル・デフォーのイギリス経済の構図デイビッド・ヒュームの政治論集などに見られるような重症主義の学説であるこの時代には欧州列強が海外植民地を獲得し貿易を進めて急速に経済システムを発展させていた 1758年に、フランスの重能主義の学派フランソワケネーが、経済表を書き、国民経済の再生産システムを解明して、経済学の大経化の発端となった。アダム・スミス。彼は、経済学の父とされる1776年、アダム・スミスが、資本主義向上生産について論じた、国と論を執筆した。これが、現在の理論化された。 経済学の直系で最古の理論にあたる。そのため、スミスは経済学の父と呼ばれている。経済学では一般的に国富論をもって始まりとされる。また、デイビッド・リカードの経済学及び課税の原理、トマス・ロバート・マルサスの人口論や経済学原理、ジョン・スチュアート・ミルの政治経済学原理などが、 スミスに続いて、英国古典派経済学の基礎を築いていった。カール・マルクスは、イギリス古典派経済学を中心に、当時の経済学を徹底して研究し、労働価値説を継承しつつ新たに、価値論や常用価値論を体系化し、資本の諸形態を再定義して、資本主義経済の構造と運動法則の解明を行った。マルクスの長年にわたる経済学研究は、 主張、資本論に欠実した。マルクスの後、マルクス経済学と呼ばれる流れは、資本主義経済の諸法則も諸概念も、普遍のものではなく、生成、発展、消滅する過程にあるものとして捉え、資本家は労働力に支払った、以上の価値を労働力から取り出すという常用価値説に、基づいて、資本主義経済を分析した。カール・カウツキーの、 カール・マルクスの経済学説やエルフルト容量解説、ルドルフ・ヒルファーディングの金融資本論、ローザル・クセンブルクの資本蓄積論、ウラジー・ミル・レイニンのロシアにおける資本主義の発達や帝国主義論などの研究を通じて継承を展開された。しかしながらマルクスの経済理論をモデル化して検証を行うと理論の膨大さゆえに マルクスの理論体系は、不整合に陥っており、以下の三つの矛盾を説明できない。常用価値率が処分門間で均等化する。技術進歩の結果利順率は下落する。技術進歩の結果利順率は下落すると仮に言えたとしても、実質賃金もまた下落する。レオン・ワルラス。彼は、経済学への数学の導入に大きな役割を果たした。 新古典派経済学と呼ばれる学派が、資本主義経済の現象を数理的に分析する、手法を発展させた。ウィリアム・スタンレー・ジェボンズの、経済学の数学的一般理論の考察や、経済学の理論、レオン・アルラスの、純粋経済学用論や、応用経済学研究、カール・メンガーの、国民経済原理や、 社会科学特に経済学の方法に関する研究、アルフレッド・マーシャルの外国貿易と国内価値との純粋理論や経済学原理、ヨーゼフ・シュンペーターの理論経済学の本質と主要内容や経済発展の理論などの研究を通じて発展していくこととなる。ジョン・メイナード・ケインズ。彼の理論はケインズ経済学として大きな影響を与えたジョン・メイナード・ケインズは 雇用、利子及び、貨幣の一般理論を表し、ケインズ経済学と呼ばれる学派が生み出された。主流派経済学とマルクス経済学は、米ソ冷戦という現実政治の影響もあり、長期間にわたって対立した。ソビエト連邦の崩壊、冷戦終了時には、古典的、マルクス経済学に対する、否定的研究が数多く行われ、非数理的。 君古主義的な性質が批判された。ソ連型社会主義で実施された統制経済の誤りがソ連、東欧の崩壊で明白になり、今日では市場という需給調整のメカニズムを数理的に扱い、発展した主流派経済学が経済研究の中心となり、市場を通じて社会主義社会を目指すとしている中華人民共和国やベトナムなどでも、 マルクス経済学のみならず主流派経済学の研究も行われるようになった。その一方で、主流派経済学では、人労働における搾取などの生産面での矛盾や、貧富の格差の拡大、経済活動による自然破壊などを説明できないとのマルクス、経済学者からの批判も続いている。他方、主流派経済学において、マルクス経済学が、 全否定されたわけではなく、一部は、自らの経済学に取り入れられながら、今日に至っている。また、アメリカ合衆国を中心とした西側資本主義国で、発展させられてきた、主流派経済学は、非歴史的、非文化的で数理モデル一辺倒な性質を、マルクス経済学者や、ポストケインジアンなどに指摘され、現在においては両者を学ぶことが求められているという。 声も存在する。主流派経済学における比較的新しい動きとして、ゲーム理論と行動経済学の発展がある。伝統的な主流派経済学では、完全競争の過程ゆえ、経済主体間の相互の影響は考慮されていない。それに対して、市場が河川の状態である場合、各企業の選択は他の企業の利潤に影響を与える。こうした、 相互依存を分析する道具としてゲーム理論が主流派経済学の中心的な理論の一つとなった。伝統的な主流派経済学では各経済主体は合理的で利己的な存在とされてきた。しかし様々な実験がこの過程が必ずしも適切ではないことを示している。こうした合理的でなかったり利己的でなかったりする。 経済主体の意思決定を定式化する分野が行動経済学であり主流派経済学で広く受け入れられている。マルクス経済学以外の異端派経済学として近年新しい体系が様々に模索されている。特に1980年代以降進化経済学が世界的に交流してきており新しい主流派を形成しつつあるという評価もある。 進化経済学以外にも、ポストケインジアンの経済学、オーストリア学派の経済学、複雑系経済学などがある。経済学と経営学の違いの第一は、経済学が研究方法に重きを置くのに対して、経営学は研究対象に重きを置くことである。経済学は独自の研究方法を有しており、その方法に則っ,ってさえすれば、研究対象が 必ずしも経済に関わるものでなくとも、経済学たり得る。実際、医療、教育、文化なども経済学で活発に研究されている。経営学では、企業の経営という研究対象が先にあり、その対象を研究するため、経済学、心理学、社会学などの方法が用いられる。こうした違いは、経済学、経営学が教育、研究される。 組織の違いにも現れている。米国の大学では、経済学は、数学、物理学、心理学などと同様、ファカルティオブアーツアンドサイエンシズのデパートメントで、教育、研究されるのに対し、経営学は、医学、法学などと同様個別のプロフェッショナルスクールで、教育、研究されることが多い。経済学と経営学の違いの第二は、 経済学の主な研究対象が経済という大きなものであるのに対して、経営学の研究対象が企業という小さいものであることである。企業の経済活動を研究対象とするという点では、両者共通だが、マクロの経済学においては、日本の経済、アジアの経済、世界の経済といった大きなくくりでの研究となる。そこで用いられるのが、 経済人という考え方だ。すべての人間は客観的で経済合理的に行動すると考える。マクロで捉える場合、個人的な好みの差などは考えず、皆が同じ行動をすると考えるのである。これに対して、ミクロの経営学の場合は一つの企業、またはその企業の中の一つの部門、さらにはその中のグループを構成する個人、というレベルまで、 研究対象とする。この場合は中にいる人間が主役となるので、個人の差の問題までも考慮する。ここで用いられるのが、経営人という考え方だ。経営人は、経済人と違い、皆がすべて情報を持つのではなく、限られた情報をもとに、自ら満足、不満足、という基準で、意思決定を行う限定的合理性に基づく。 行動を取ると考える。経済学は存在自体が社会、政治、経済、政策と不可分であるため学術的な論争や政策的な論争など数多の論争を生み出し消化してきた。それによって経済学とは他学とに傲慢であると印象を与えてしまうほど非常に攻撃的な知的スタイルを形成している。しかし論争は 経済学にとって理論を洗練させブレイクスルーを起こす役割を担ってきた。このように経済学と論争は切っても切れない関係にあると言える。ここでは経済学において歴史的に重要な意味を持った論争を取り上げる。これらは経済学全般の学術雑誌であり、経済学の各分野ごとにも学術雑誌がある。ありがとうございます。